ただいまリゼルさんが立ち目されましたえなんか配信者っぽい反応してた俺が立ち目々リアクション採点しようかなリゼルさんの立ち目ややややばばばばいやばいやばいい <laughs> 狙いすぎた狙いすぎたー もとくんさんや <laughs> 上行って初めに来たよかった普通に大会では立ち入れされないのに立ち入れされちまった大会では立ち入れされないのに立ち入れされましたねやらしまったでこれで俺7さんにいじられてそれを切り抜きであげられて<笑>,笑顔になって <laughs> 俺が7さんにいじられることで7さんが立ち目見したら俺がまた7さんのことをいじってで7さんと俺がまた立ち目目の話になってウィンウィンやなこれ <laughs> やがったまずじゃあ採点しますわ今の立ち目目についてはいあのリアクションで言ったらあの点数は高いですはいリアクションだけで言ったらまずリアクションは点数高いです70点ぐらいあります 70点ぐらいこれねこの立ち見される時のリアクションですよここのリアクションほらこれこれこれこの「やばい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 !ばいばい」ってこう段階を踏んでこう声が大きくなっていくのも緊迫感があっていいしそのなんか「やばい!」の言い方も「やばいやばいやばい!ばい」じゃなくてちょっとふざけてる感じも親しみやすいはい。 な,なんで70点ぐらいは上げられるかなと思います。点数で言ってしまえば。いいっすね。はい。なんですけど、ここまでは、リアクションだけで言ったら、あの、点数高めっす。70点は上げられる。え、けど、じゃあなん残りの30点何な,何なのかって言ったら、大会勢のプライドが捨てきれてないっすね。はい。いほら、狙いすぎたって言ってるじゃないですか、まず。はい。狙いすぎた何を狙っているのかっていうね。 これ,これいらないですよね、この狙いすぎたっていうのが。足めっちゃ速かった、言うてますよ。くもとくんさんはもう誰がどう見ても分かるわけで、はい。それをなんかこう、ね、はい。まあまあ、それは置いといてね、いってね。うん、まあそうですね。 ちょっとなんか大会勢として、まあ、でもこれは仕方ないですよ。よの、ゼルさんの配信スタイルとして、みんなから参考にしてもらうっていう、参考にしてもらってる、え参考にしてもらってるっていう、こう、ポジションがあるんで、やっぱり、そのプライドがなきゃダメだから、ね。みんなに見られてるっていう、こう、意識をさ、みんなに参考してもらってるっていう意識を持たないと、やっぱやっていけないから、まあ、こういうプライドは大切なんですけど、まあ、でもこれがちょっとマイナスポイントかなと思います。はい。 まあでも悪くなかったんじゃないでしょうか。まあその、リア、リゼルさんの配信的には、まあ100点、なのかなうん。まあでも立ち見されたからさ。まあ30点くらいか。うん。あそこで立ち見されないで、発音機を触ってたら100点だったんですけど、リゼルさんの配信的には。僕の視点から言わせてもらえば、まあ70点かなと。はい。思います。まあ、芸人視点から言わさせていただければ。 ありがとうございました対戦ありがとうございました